さゆりセイ,イングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ日常の話題を自然な日本語でお届けしますトランスクリプトに興味がある方はウェブサイトをチェックしてくださいサブスクリプションで漢字に振り仮名付きと振り仮名な,なしのトランスクリプトが選べます詳しいことはさゆりセイング .com でそれでは始まり始まりこんにちはさゆりです 今回は円もしくはご縁について話します。この円やご縁っていうのはおそらく教科書には載ってない単語なんですけど人間関係を表すとき誰か人と人の関係を表すときによく使われる言葉なので今回ご紹介します。ご縁って聞いたら five Japanese yen って 思っちゃいますよね <laughs>。でも意味は全然違います。あと、ご縁じゃなくて、縁だけ使う人もいます。これはそのお金の縁と同じ発音です。はい。ではこの縁やご縁はどういう意味なんでしょうかどういう時に使うんでしょうかご縁というのは人と人との関係や何かが起こる理由。 そして運命のようなつながりを意味します。スピリチュアルな意味を含んでいます。特定の出来事や人間関係の深い部分、細かく言葉で表現できないようなこと、その時によく使われます。これは実際にあった話です。私はカナダに住んでいたんですけど、カナダで トシさんというすごく優しい日本人女性に会いました。トシさんは私のお母さんと同じぐらいの年齢の方です。この時の私の状況はカナダに引っ越したばかりで、うん、ちょっとホームシックというか文化の壁にぶつかったりして少し苦しかった状況だったんですね。その時にトシさんに出会いました。 トシさんは昔私と同じように日本からカナダに来て今生活しています。同じような経験をしている方で私のバンクーバーでの生活が楽しくなるようにいろいろ助けていただきました。で、その時トシさんは私にここバンクーバーで出会ったのも何かの縁だから さゆりちゃんのことをほっとけないし、応援したいんだよ、と言ってくれました。本当に優しいですよね。で、この時、トシさんが言った、ここで出会ったのもなんかの縁だから、というのは、世界中にたくさんの人たちがいる中で、海外で自分の経験と重なるような、同じような経験をしようとしている私に何かつながりがある。 ということに対してご縁があると言いました。皆さんにもありませんか旅行中に出会った人だったり、うん、なんかご縁がある。<laughs> えー、そういう何か言葉では説明できないけど、この人とつな、えー、がりがあるなと感じたことはありませんかこのご縁という言葉は先ほども説明した通り少し曖昧な表現でもありますね。 理由を曖昧にしたい場合や、具体的に言葉では表現しづらい時にも使います。仕事や恋愛にも使えます。例えば、仕事で商談、ネゴシエーションがうまくいって、えー、契約が成立した時、うまくいった時ですね。その時に、この度はご縁があって A 社の方と契約いたしました。という曖昧な表現に使いやすいです。 仕事で商談をするときは、そんな曖昧なことは商談しませんね。えー、例えば、納期。いつまでも物が欲しいかとか、えー、いくら欲しいかとか、そういういろいろなことを細かく話しますね。でも、それをご縁があってというと、まあ、それ以外の何か、運命的なもの、数量や価格が一致して契約に合意しました。 っていうよりも、ご縁があってという方が柔らかくて、なんですかね、素敵な印象がありますね。上司に報告するときにご縁があってって言ったら絶対にダメですね。具体的じゃないので、それは避けるべきです。自分の力で勝ち取ったとか、そういうのをあまり日本人は基本的に言わないので、まあ、何か偶然、うん、ラッキーだったからっていうときにご縁があってと使います。 自分の実力だけじゃない何か見えない力もしくは周りの人のおかげ、えー、状況で、えー、契約を勝ち取った契約をもらえたという時にご縁があってという言い方をします自分が頑張ったっていうよりはご縁があったという方が謙虚に聞こえますあと大きな買い物をして自慢したくない時にも使えます 例えば家を買ったとしましょう。その時に心の中では頑張って稼いだし節約も続けてきてやっと念願の夢のマイホームが買えた。やったっていう人もいると思うんですけどそれだけじゃないと思う人もいるはずです。例えばその自分の努力だけじゃなくて何か見えない不思議な力タイミングもそうですし 他の人たちの協力だとか、そうですね、言葉にするのはまあ難しかったり、長くなりすぎたりしてしまうときに、ご縁という言葉を使うと間接的で日本語らしい表現になると思います。ご縁があって、あの、いい不動産屋さんに巡り会えたんです。とか、ご縁があってこの土地に引っ越してきたんです。とか、そういうふうに言います。逆に、ご縁がない。 というのも使います。これはあの具体的に言いたくないことを曖昧にするために使います。例えば、彼氏と別れたとしましょう。で、その別れたということを誰かに説明する。知り合いの人にそれを説明するときに、うん、やっぱりご縁がなかったみたいなんです。と言えます。まあ ね、彼氏と別れるとかそういうのは複雑な理由がたくさんありますね。例えば足が臭いとか、鼻毛が出てるとか、ゲームばっかりして構ってくれないとか。まあ、そういういろいろな理由があると思うんですけど、あの、具体的なことは言いたくないですよね。そういう時に使います。で、20代後半以降になると、日本や他のアジアの国ではそうなんですけど、結構 ね、知らない人が人の恋愛とか結婚観について聞いてきたりするんですね。まあ、おせっかいな人と言うんですけど <laughs>、そんな人に、彼氏とはどう、えー、いい人いないのって聞かれた時に、えー、なかなかご縁がなくて、いや、なかなかいいご縁に巡り会えないみたいなんです。というふうに言うと、本当の自分の理由を言わなくていいです。例えば、理想が高すぎるとか、 アニメのキャラに恋してるとか、前の人を引きずってるとか、そういう本当の理由を言わなくて済みます。まあそういった恋愛だけじゃなくて、そういうプライベートなことを言うのは気が引ける。あまり言いたくないので、なかなかいい縁がないんです。縁がないみたいなんです。ご縁がなかったみたいなんです。ご縁がなかったんです。といえば、それ以上、 質問されることはないと思います。言いたくないことを曖昧に隠すために使える言葉です。そのような使い方ができます。はい。まとめると、縁は必然、必ず起きるべきものや偶然、たまたま起こったもののつながり、関係性、それらの深い言葉の意味を表す言葉として使われます。 そしてそれは神秘的なこと、または運命的な意味を持つことがあります。だから、まあ、それを利用して具体的なことを言いたくない時や、うまく言い表せない時にも使われます。はい、えー。皆さんが私のポッドキャストを聞いてくれているのも何かのご縁だと思います。日本語を一生懸命勉強していて、この私のポッドキャストを見つけてくださったと思います。 これも何かのご縁だと思います。はい。<laughs> ここで偶然見つけたということもできますし。それがまあ普通なんですけど、ここでご縁っていうとロマンチックに聞こえるので、ご縁という言葉を使ってみました。最後に一つ注意してほしいことがあります。これは個人の意見なので、人によって違うかもしれないんですけど、そのご縁。 っていう言葉を使いすぎるとなんかこの人は、うん、具体的じゃなくてスピリチュアルな感じの人なのかなとかそういう印象を与える可能性もありますだから便利な言葉ではあるんですけど使いすぎには注意してくださいそしてこれはもともとは仏教から来た言葉だそうです興味のある人は調べてみてくださいはい今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました じゃあまた次のエピソードでバイバーイお疲れ様でしたこのポッドキャストが役に立ったり面白かったと思ったら是非レビューを残してくださいねこの無料のポッドキャストを続けるため余裕のある方からのご支援が大変助かりますウェブサイトの会員になってくれたりコーヒーでのドネーションをいただけると励みになりますよろしくお願いします